日頭さんおすすめの映画を見るのはいいわよ。でも何その体勢、なんで膝枕。それは恋人のやることでしょ。暑かったのね、脱ぎたくもなるでしょうよ。だけど何その格好、ブラヒも見えてるし谷間すごいし。嘘でしょ、わかるけど、そこ群れでかゆいのわかるけど、人前で書く、そこ書いちゃう。何なのこの距離感、これあれでしょ。あれ、眠たいですか。お返しにどうぞ。今度は私が枕になります。うん、じゃあ。いやいや、ストップストップ、それはダメでしょ。下から見る G カップは圧巻ですよ。今なら耳かきもつけちゃいますよ。東らの耳かきはちょっと怖い。え、これって私の耳かきが嫌でゆめさんの方に行ったってことですかね。それじゃあチューでもしますか。そうね。あ、東らさん、今チューって言わなかった。今ならバレないかなと。いや本気、私もいるんだけど。